ロケットマンはシンガポールの競争場。地元シンガポールの短距離競争を総なめにし、国際競争でも活躍を続けた。デビュー戦を3話審査で勝利すると、その後4連勝でシンガポール3歳スプリントを勝利し、重賞初制覇。さらにその後3連勝でライオンシティカップも勝利し、無敗で G1 を勝利する。デビュー以来7連勝で臨んだ。 国際競争クリスフライヤーインターナショナルスプリントこそ香港の最強スプリンターセークリットキングダムに敗れたがそれでも金差の2着と改めてそのスピードを示したその後は香港スプリントを目標に調整されていたが右前足の間骨にひびが見つかったため年内休養が発表された2010年復帰戦を4馬身12差で解消し陣営は 初めての海外遠征を観光。ドバイゴールデンシャヒーに出走させるが、ここでもアメリカのキンセールキングにハンバシンを及ばない日着に、敗れた。その後は、国内のライオンシティカップを連覇し、迎えた3度目の国際競争、クリス・フライヤー・インターナショナル・スプリントに出走するが、オモババだったが、香港のグリーンバーディーのキ差の日着と、香港場に帰り打ちされた。その後は、 日本のスプリンターズステークス参戦が発表され、安城もスプリンターズステークス優勝経験のあるフェリックスコーチーを迎えて復帰戦のウッドランズハンディキャップを解消、遠征に向けて上場の出だしだと思われた矢先に馬体重が戻らないことを理由にスプリンターズステークスを回避、前年出走が叶わなかった香港スプリントを目標にすることが発表された。その後は、 ガーデンシティトロフィーを勝利し、予定通り香港に遠征。前哨戦のジョッキークラブスプリントを地元のワンワールドと同着ながら勝利し、シンガポール国外で初勝利を飾った。しかし香港スプリントで南アフリカの JJ ザジェットプレーンに及ばず僅差の2着に敗れた。復帰戦をモバシンさん4差で解消し、陣営は再び、 ドバイゴールデン車品出走を決定する。当初は前年の発車キンセールキングや JJ ザジェットプレインも出走表明をしていたが、前車は直前で回避。後車は芝のアルコーズスプリントに回ったため、2着のユーロイヤーズに2馬身1、4差で解消し、初めて国際 G1 を勝利した。さらに、帰国初戦のライオンシティカップを5馬身差解消で3、連覇すると、 3年連続の出走となったクリス・フライヤー・インターナショナル・スプリントでは過去に敗れたセイクリット・キングダムやグリーン・バーディラを相手に勝利しようやく地元での大一番を勝利したクランジ・ステークスを一走した後10月には JRA のスプリンターズ・ステークスに出走圧倒的一番人気に支持されるも直線で伸びきれずカレンちゃんの4着に終わり 生涯初めて連帯を外した。その後、11月のストームレーサー2003ステークスに勝利し、12月の香港スプリントに出走するも初の2桁弱順となる12着に終わっている。復帰戦を4馬身さん、4差で解消し、3月のドバイゴールデン社品に出走。ジャイアントライアントの激しい主導権争いから直前で一旦戦闘になったが、 バーレーンのクリプトンファクターの2着で連覇はならなかった。帰国初戦のライオンシティカップを4連覇した。この後5月20日のクリスフライヤーインターナショナルスプリントに出走を予定していたが、脚部不安のため直前で回避し、2012年シーズンを棒に振った。2013年にはクリスフライヤーインターナショナルスプリントで復帰する予定だったが、再度脚部不安になり回避。 長期休養で3年以上実践から離れた。10歳を超えても復帰に意欲を見せ、2015年のブリーダーズカップワールドサラブレッドチャンピオンシップの中でブリーダーズカップスプリントかブリーダーズカップターフスプリントを目標にアメリカ遠征で復帰するプランを明かした。しかし脚部が思わしくないため登録を見送った。その後はリハビリを続けながら、 じっくり脚部を回復させて2016年3月8日、クランジ競馬場で行われた無観客のトライアルレースで4年ぶりの実戦復帰。6等立ての1000メートルで実施され、4着に終わった。そして、同年12月1日に正式に引退が発表された。ありがとうございます。